ハロー。こんにちは。ナマステ。こんにちは。ホポノナナです。今日はチャイナドレスに着替えたいと思います。結構本格的な感じのチャイナドレスを用意したので、今日はそれに着替えていきたいと思います。じゃあ、まず今日着てる下着を脱いで紹介したいと思います。では、スタート。はい、今日履いてるパンツはこちらです。紺のパンツで、前にピンクと白のお花の刺繍が入ってます。横はこんな感じのフリルがついてて、可愛いデザインになってるかなと思います。じゃあ、上も脱いで紹介したいと思います。はい、上も脱げました。パンツとお揃いで紺の裏になってます。前のところにピンクと白のお花の刺繍がたくさん入ってます。じゃあチャイナドレスに着替えたいと思います。着替えてみました。どうでしょう。ファンクラブでいろんな動画をたくさん上げてるので、よかったら概要欄から見てみてください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。